こんにちは、袋鹿の袋です。本日の Q&A です。先日から右上の親知らずが炎症を起こしているみたいで、口を開けると痛く、頬にまで、痛みと腫れがあります。今自分で対処するとしたら何をしたら楽になりますかという、お問い合わせです。親知らずは怖い病気です。実は放っておくと、亡くなったりする方もいた病気ですし、昔ですね、江戸時代だとかで親知らずっていうのはもう本当に大騒ぎな治療だわけですよ。ですので、そんなに簡単にご家庭で対処するっていう方法っていうのはあまりないと思っていただくといいと思います。もし放っておいて骨髄炎、ごめんなさい、骨膜炎だとかそういったものになると、もうそれだけで熱を発症して全身に敗血症に至るっていうこともありますので、まず注意してみてください。市販の痛み止め等があるならまずは飲むということがあると思います。それと冷暗房として冷たいタオルなので外側から冷やしておくというのは、なかなか効果的だと思います。まあ1日くらいならということですよね。できるだけ早く歯科医に行く用意をしてください。歯科医によっては夜間に見てくれる休日診療所等を、作っている自治体もありますし、休日の担当というのは必ずいると思います。休日の緊急の歯科診療所は、必ずあると思いますので、歯科医師会等のところのところのページから問い合わせてみてください。あるいは自治体の新聞だとかそういったものにもそういったことの情報が書いてありますので、そういったところを頼っていただくのがいいかなというふうに思います。本日は以上です。